魔女っ子つくねちゃんフラッシュの第55話 RTA、始まるよ。早速スタートです。はい、用意スタート。まずは一面、一般崖っぷち兄貴の窮地を救いましょう。一面は、チュートリアルです。操作方法は、表示の通り。適当に、ジャンプと移動で、崖へと接近だ。ちなみに、Z キーでショットを打つこともできますので。崖ごと破壊して、一件落着です。助けるよりも、こっちの方が早いね。二面は、一般メガネ紛失兄貴を4人、助けましょう。紛失兄貴を破壊して、一件落着です。メガネを集めるより、こっちの方が早いね。三面はボーナスステージです。シリウス倒産の車を破壊しましょう。車体の左右に、規定回数打ち込めば、ステージクリアです。繊細かつ素早く破壊。左側に数発、無駄打ちしてしまいましたが、まあいいでしょう。そんな感じで最終面です。突如、侵略的宇宙人が、襲来しましたので、善良な市民を守るため、頑張ってなんとかしましょうね。本面は、ちゃんと攻略する必要があります。宇宙人を倒しつつ、先に進みましょう。段差をジャンプで越えるついでに、画面外で待機中の敵を、狙い撃ちます。着地の硬直があるので、ジャンプ回数は最小限に抑えましょう。ここは飛び石ギリジャン地帯。狭い足場ですが、助走しないと届きません。突破めでてー。いよいよラスボス戦です。有効に当たらないよう、ジャンプショット。左右からのここは、最低限の対処。一回4発、叩き込めるのが理想です。あ、倒しちゃった。お疲れちゃーん。タイマーストップは、この後、画面が切り替わった瞬間です。1分51秒06。縮めるとしたら、ラスボス戦ですかね。無駄打ちの削減と、ワンジャンプ4発ヒットの安定化が、鍵ですね。ゲーム面への、完走した感想といたしましては、サクッと楽しめ、程よく難易度もあり、隠しネタも笑えて、楽しいと思った。です。操作のレスポンスが、やや悪いものの、十分に楽しめる作品でしょう。気になった兄貴は、今すぐつくねちゃんの、ウェブサイトへアクセスして。1話から順番に、全部やりましょうね。おーやれ。ということで、本動画はここまでに、いたしとうございます。長時間のご視聴、誠にありがとうございました。